人が探していたものを確かめるというか、やってますよね、そういうことを今、ちょっとこのね、緊張感というか、一つのピックの重みというか、そういったものがやっぱり、ちょっと決まってますからね。まだ終わってないですよ、全然。はい、確かに、ホット選手、フラフラしてるかもしれないですけども、もちろんね、もう全然終わってないですよね。前場の選手、回復早いですからね。もう一回バッターのリング一周した後、もう回復したりしますから。さあ、そして今度はローキックだ。さあ、そして、あっと、ここですでに、あと、大山のパイルドライバー。あっと、大丈夫か、ホッタ、甘い。今、目を見開いて、キックアウトしましたよね。はい、なんか、ホッタ選手が目をガッと見開きましたよね。さあ、ホッタ、この辺で、さあ、スリーパーホールド、この辺。かなりスタミナをロスしているホットで、きつい攻めになってまいります。あっと、ぐいぐい締め上げます。ヤミがこのスリーパー一つ取っても非常にこう緊張感がある、一触即発のような状態というかね、そういったのを感じますね。ホット、あっと、向こうでデビルが声出してますね。はい、これまでの試合とはちょっと打って変わってというか、通天閣スペシャルという、すごい技。しかしもう一発、ドリアフォルファイルドライバー、通天閣はフィニッシュに取っておくのか。まあ、まだまだ堀田も行くでしょう。さあ、そして今度は、あっと、鳥ですか。ダイナマイト関西、進みもかなり使いますね。はい、ステップを出した。これもがっちり決まっています。やはりこの、ね、体格のある関西に、ずしっとこう体重を浴びせられますと、これはかなり苦しいものがあります。ホッタ、どうか。おっと、ここであえて誘いを外して、さあ一気に勝負に出るのか関西は。しかしホッタもリングに蘇ったか。ああ、今ね、絶妙のタイミングでリングキック、キック。そしてソフトオフを捉えた。おっと、ホッタもフラフラだ。ホッタもフラフラだ。しかし、いや、そっからじゃない、ホッタの。あっと、ラリアット、ここから掘った。ああ、しかし関西そうはさせない。もう一回ドリアフォル、ファイルドライバー。さあ、ホール、あっと、危ない。ラウンド2。いやー、掘った、大丈夫でしょうか。さあ、そして、お、これはトップロックの、なんだ、あっと、ブライングヘッドバットを狙ったんですけれども、あっと、すごい、ありがとう。そのまま抑え込んで、甘い。いやー、堀田選手危ないところですが、あの、してカウントツール返した。堀田はかなりこれ日焼けをしてね、かなり体のこう立ち合いも良くなったのかなと思うんですけども、コンディション的には両選手ともやっぱりかなりベストに持ってきてるんですよね。来てるじゃん、はい。おっと、ダブルアレット。あ、そしてかわして、マックを取った。バックロック、高角度、高角度。あ、そして反撃だ。ホッタがよみがえった、ホッタがよみがえった。さあ、後頭部に蹴り。いや、たまらず、たまらず場外で、たまらず場外、関西。もうサッカーボールキック、サッカーボールキックだ。しかし、ホッタの回復早いですね。しかしね、もう一時はダメかというぐらいブロッキーだったんですけども、もう一発のね、先ほどミルクとってたドロップキックというか、バックドロップから呼び合いました。トランプ時期はあるんですけれども、はい、やっぱり衝撃である技をもらった後、なんか帰って目が覚めちゃうからね。なるほどね、そういうこともあるんですか。そして、おっと、タイガードライバー。さあ、重い。おっと、今のはスリー入ったんじゃないかという、いや、騒然としました横浜アリーナの1万6000の大観衆。
いやこれはねもうすれすれさあそしてあーっとバスロカーの危険度が高いですよね難度が高いだけに、はい、さあそして今度は関西が見上がったあしかし関西もだいぶ来てますフリジカレかあーホッタのガードをしないと危ないぞあそして会場だあーもう急ぐりだ急ぐりだやるわけにもいかないですね、しかしよく耐えました関西そしてもう一回もう一発だカウントはまだまだダイナマイト関西も元気ですねこちらはやはりフィニッシュオールドのピラミッドドライバーへの奇跡なのかこの2連発まだまだ両選手とも必殺を出していませんここで今度は関西がかなりロックダウン気味打っちゃえよっていう風にあとこれでおっとこれはカウントが入りますね関西大丈夫かあもう場内からは悲鳴とも思える悲鳴とも思える関西があっと関西大丈夫かあまだしかしまだ投手は投手はみなぎっているその目には投手はみなぎっているような気がするがさあどうか起き上がったぞさあここで起き上がったあっと容赦はしない先ほどの返しはホッター両選手とも一度目のダウン10カウントを数えられていますさあこれはあカルビアンスプラッシュってありますかホッターのオリジナルオリジナルフィニッシュオールド腕を固めてそのままガイディアンスプラッシュ危ない受け身が取れないぞ受け身が取れないさあカウントはおっとあーこれは返ったかよく返しましたねあそしてもう一つのもう一つのデンジャラスの技あピラミッドドライブの形でしたけどもそのまま投げ捨てましたさあカウント汗かいて滑ったのかそれとも関西が重かったのか、はい、おっとかわしてあ関西あれだけの技を振っていながらあ持ち上げた通天閣通天閣の上に危ない持った通天閣関西入りましたねカウントは次入ったかいやあの通天閣ドライバーのタイミングはもう素晴らしかったです。あれを必殺技と呼ばずに何を必殺技と呼ぶか、もう落差といいね。いい顔してますね。フィニッシュの形といい。はい。ホッタ、8年間は長かったけど、今日がスタートとして、これから一緒に戦っていこう。まだこれから続くんだよ分かってるかお前これからまだまだ8年じゃ甘いまだ10年や15年ずっと戦っていこうじゃないか